こんにちは、カウンセラーの山田恵美です。今日は SNS 依存の話をしようかなと。あのですね、 SNS を間違って使うとやはりどんどんエネルギーが奪われてしまうんですよね。で、それは何て言うのかな、疲れたりとか別に嫌な気分にならなかったとしてもどんどんエネルギーを奪われているんです。で、自分が、何かを発信するというのはですね、実はですね、エネルギーを高める、ヘルツを上げる行為であったりします。だから面倒くさいし、ちょっとでも見るっていう側、見るだけの、受ける、見るだけの側、つまりですね、なんて言えばいいんだろうな、お金に例えればいいのか。お金だと使えば使うほどなくなっちゃうじゃないですかね。でもその使ったものに対してプラスな気持ち、例えばだから美味しいワインを買った、飲みました、で気分が良くなる。そしたらやっぱりそのお金以上のヘルツというかエネルギーを得られるわけですよね。そしたらその人生は豊かになるから無駄なものではないじゃないですか。だからお金って結構みんなちゃんとコントロールするじゃないですか。ケチになったりとかもするし、これ高い、これ安いとか言ってなんかすごいコントロールするじゃないですか。いっぱい使っちゃいけないとか、無駄に使っちゃいけないとか。で、出せば出すほどその、戻ってくるとかいう言い方があるのは、そのヘルツというかその気分が良くなればなるほどもっと気分が良くなることが起こるっていう感じなんですよね。だから使って気分が悪くなったらダメなんですよ。で、なんかこれ買っちゃった、どうしよう、また今月って思ってたら意味ないんですよ。だから同じものでも高くても安くてもどっちでもいいです。なんかさ、多くの人がその50円でも安く買おうとか思う人いっぱいいるけど、実際はそのお店とかその人から買って、気分が良くなるっていうことが大切だから、誰かから買うとかそういうのをね、意識した方がいいですね。どのお店で買うとか、どのお店、そういうふうに自分がお金を使うときに、ヘルツ上げというか気分良くするためにどうするかっていうのが大切じゃないですか。で、皆さんその損しないように、損しないようにって思うんだけど、インスタとかそういうのを見ているっていうのもみんな損失しまくってるわけですよ。そこで見てるっていうことはやはり人と比べちゃったりすることもあるだろうし、意味もなくその時間、そのぼんやりした時間を使うっていうことは相手に時間を使ってるんです。自分にじゃなくて、ここがすごい重要。自分は何を感じるかですよね。どう思ってる、何したい、どうしたい。だからもし自分の彼氏が、自分彼氏、インナー彼氏っていう言い方しますけど、自分の彼氏がね、インナー彼氏がね、ずっと携帯見てたら嫌な気分しませんか、一緒にいるのに。で、君どうしたいとか、何したいのとか、どういうもの食べたいとかって言うんじゃなくて、インナー彼氏がずっとこうインスタとか見ない、本物の彼氏が見てたら嫌でしょ。でもインナー彼氏、ずっと携帯とかを見て人って、そのインナー彼氏がずっと見てるみたいな感じなんですよ。だから自分がどうしたいか、自分が何をしたいかがないんです。だから発信するためにやるならいいんですけど、人の情報を追いかける、私もでも情報を出している側なので、そんなに追いかけ、やっぱりそのもし自分がすごい疲れてるとか、自分軸をなくしていると思う方は、特にインスタとか、フェイスブックとか、そういろいろあるじゃないですか、やめた方がいいと思います。SNS ですね、ツイッターとかに。こういうアンカーとかちょっと我慢して聞かなきゃいけないんで、ちょっと違うんですけど、オンラインのラジオとか、ちょっとめんどくさいんですよね、多分オンラインのものを聞くって。なんかね、こう、ダラダラとやってしまうものっていうところなんです。で、そのダラダラとやってしまうものをなぜにいけないかっていうと、
エネルギーを消耗する。だからお金をダラダラと使っちゃうみたいな感じなんですよ。でもみんなお金みたいに、エネルギーが見えないから、まあいいやってやっちゃうけど、で、例えば自分の好きなものをこうクリエイティブして発信していく。例えばインスタグラムでも何でもいいや、フェイスブックで文字を書くとか、それは、誰かに OK を出してもらったり、いいねをしてもらえるのではなくて、何度も言うように、自分の気分を良くするためにやることなんです。ある意味自分のね考えをまとめて出したりとか。なのでまあ、もちろん仕事で使っている人はちょっとマーケティングっていうのはまたちょっと状況が違うんで、人のね人のインスタグラムをコントロールしたりしてる人も作ったりしてる人もいるんで、それはちょっとまた別のお仕事だから、お仕事じゃないですか、それはね。でそれはエネルギーを出していくっていうか、要するにお金もらってやることなんですけど、だからそのインスタをダラダラ見るとか、人の SNS をダラダラ見て気分が悪くなったり、まあ気分が良くなるのもそうなんです。とりあえずこういっぱい情報を入れれば私は救われるんじゃないかとか、あと結構あるのが、あの人何してんのかなみたいなんでしょうね、きっとね、友達とか、ちょっと意地悪でもないけど、なんか好奇心みたいな、そういうのももうねやめちゃった方がいいと思いますけどね。ある程度の時期です、そのなんていうかな、うまくコントロールできればいいんですけど、だいたいインナーチャイルドの人は依存系なんで、やっぱそういうことをダラダラとやりがちで、そこにダラダラとエネルギーを注ぎ、そしてダラダラとエネルギーを注いでることにも気づかずに人生が終わってしまうじゃないけど疲れてしまう。それは親にずっとエネルギーを与えてきたからっていう癖と全く同じなんです。なんかいいものがあるんじゃないかそこにみたいな。でも実際やっぱ外から来るっていうよりは、自分が何したい、どうしたい、どう感じてる、何食べたいなんで、その外から来る刺激によって気分良くしたりするのもやめないとダメなんですよ。でその外から来る刺激に気分良くなったり、外から来る刺激に気分が悪くなったりとか、もうやめるために、それを気づくために、とりあえずその自分を感じるっていうことのために、その SNS 立ちというか、まあ、デトックスはまあ1週間ぐらいやるとです。最低1週間やらないと結果出ないです。で、まあ、例えばその自分が投稿しなきゃ、例えば仕事なんで投稿しなきゃいけないとしたら、やっぱ10分でおしまいにするとかですね。結局そのなくても生きていけるものっていうものをダラダラやっているということは、そこにエネルギーが奪われている、お金を無駄に使ってるのはみんなわかるのに、なんでエネルギーだと忘れちゃうんだろうなって思いますけど。ということで SNS 立ち、私もちょっと今週ぐらいしようかなと思っていますが、投稿は、ね、SNS 立ちをすると投稿はするようになるっていう面白い結果があるんです。私の中ではダラダラ見てるときって投稿しないんですよねということで、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。